すいません遅くなってごめんなさい。ちょっと動物に餌をやり忘れてきて遅刻してしまった。ごめんなさい。あ、これ？これ？あ、ごめんなさい。ちょっとキリンと戯れてました。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっととりあえずお疲れ様です。乾杯。あ、こぼしちゃった。誘っていただいてありがとうございます。すごい嬉しかった。今日は何してたんですか？あ、そうなんだ。じゃあ普段のお休みとかはどんなことしてるんですか？あー、いいですね。今度教えてください。私にも私の大事なポイント、その1、海とか夢がある人。小さい趣味とか夢でいいです。なんか少しでも楽しむ気持ちがある人の方が魅力的かな。なんか私もネットフリックスとかすごい好きなんだけど、ずっとそれを土日にしてるっていう相手とはちょっと続かないかもしれない。じゃあなんかこう将来の夢とかありますか？もしパートナーができたら一緒に趣味とか体験とかを共有できる人がいいなって思ってます。私の夢はね、なんか海外に一緒に旅行に行ったりとか、あとは新しいことをいつも探して一緒に経験してみるとか、やってみたい。私の大事なポイントその2、一緒に時間を共有してくれる人、楽しんでくれる人。パートナーができた時にこういう風に付き合っていきたいっていうビジョンがちゃんとある人がいいです。それ大事。じゃあ仕事はどんなことしてるんですか？そうなんだ。大事なポイントその3、社畜っていう人は NG です。社畜っていう言葉ってすごく破壊力があって、仕事が辛いっていうのはみんなあると思うんだけど、なんか自分でその場所に働きに行ってるのに、なんかその地区って言葉がね、自分で選んだんじゃんみたいな。辛いんだったらもっと変えられるでしょってすごく思うから、ちょっとそういう考え方の人は合わないかな。鈴木さんが幸せに感じることって何ですか？素敵。私も一緒に経験したいな。大事なポイントその4、誠実であること。なんか話していると口が上手い人よりかは、喋り上手な人よりかはちょっと喋り下手でもいいから誠実さが伝わってくる人の方が私は信頼できるかなって思います。やたら褒め上手とか、やたらもうなんか愛子さん好きみたいな、なんか気になってるとか最初から言う人、最初からグイグイ来る人ってちょっと信用できないかな。じゃあ鈴木さん、今日はありがとうございました。とっても楽しかった。動物園から遅れてきてごめんなさい。じゃあまたデート誘ってくださいね。ありがとうございます。バイバイ。こんにちは、遅くなりました。ケイトと申します。すごい写真と全然違いますよね。あ、そうですね、なんかちょっと緊張、初めてなんで緊張します。あ、そうですね、飲み物ですね。水で大丈夫です。アルコール飲まないですね。そうですね、ロシア人なのにアルコール飲まないです。そう、なんかすごくアルコールとかのことも聞いてくる人いるんだけど、実際はね、なんかこうアルコール飲めばなんかリラックスできて、こうありのまま自分でいられると考える人多いんですけど、私はどちらかというと飲まない方が実際その人の本質が分かると思います。なんで初デートの時は特に飲まないようにしてます。水で大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ乾杯に。そうですね、乾杯。なんか嬉しいです。田中さんのプロフィールを見てなんかすごい素敵な人だなと思いました。そうですね、お仕事は何されてるんですか？
乾杯の後はもうとりあえずみんな料理頼むじゃないですか。で、まあ私ベジタリアンだから結構頼みづらいですよね。それなんか自分の好みについて事前に聞いた言った方がいいと思います。はっきりで肉食べないんだったらもう肉食べない。で、魚とかどうして嫌だったらもう魚料理選ばないですね。ちゃんと最初から本当の自分で言ってほしいですね。そこでポイント、こう相手は料理を選ぶときはどういう聞き方するとか、あとはこうなんかあなただけ本当に尊敬してるか見た方がいいと思います。無理やりこうなんか肉食べないって言ったのになんか肉の料理を頼んでしまうとか、肉が入ってるサラダとか頼んでしまうとか、うん、この相手はもう絶対私は NG です。その後はなんか多分質問コーナーが入ると思うんですね。なんか初デートって言ってすごい気軽に言いたいんだけど、いろんな質問とかを聞いておいた方がいいと思います。でどういうこと結構かっていうと、まあ、仕事とかあとは友達とか、両親との関係とか、あと今後の予定とか夢とか趣味のことを必ず初デートの時に聞いておきたいと思います。仕事は何ですか田中さん。ああなるほどですね。ああ無職ですね、うん、小さい頃の夢は何ですか。家族の中で一番仲いいのは誰ですか。始末とかは何をしてますか。 Netflix とかはずっと見てるとか、あどこに何もしてない暇とかって答えるともう絶対私も NG ですね。もう絶対 NG です。ちゃんと夢あった相手欲しいですね。夢とかなんかその自分のままこれからこうなりたいとかそういう人じゃないと、うん、将来的にちょっとパートナーとして見れないかなっていうことです。あとは余裕があればそうね、なんかこう女性に期待することとかその相手に期待することとか必ず聞いといた方がいいと思います。どういう女性がいいとか、どういう関係を作っていきたいとか、結婚したいのか、子供欲しいのか、ペット欲しいのかね、なんかいろいろ聞いてみていいと思います。人生の中やらかした最もクレイジーなことについて教えてください。初デートにも限らずにデートはもう面接だと考えた方がいいと思います。お互いこうこの会社すごい、例えば自分がソニーだったらこの人を雇えるか、この人とビジネスできるのか、もうこの人が自分の会社の社長になれるのかってちゃんと見た方がいいと思いますね。なんかちょっとすごい真面目な考え方なんだけど、ただね、なんかウェイスチョータイムしてほしくないから、いろいろ聞いた方がいいと思います。どんなことをきっかけに恋に落ちるの。自分が絶対に NG だと思う質問が、例えば元彼女はいつ別れたんですかとか、なんかそういうこうなんか前の関係の質問とかはしない方がいいと思います。でもし無理やり相手からいろいろ教えてもらったら、もうそれを途中でなんかこうなんだろう、私がもう関係ないこと関係ない不良をしますね。なんか言われたらもうん無視。ありがとう、今日は楽しかった。また会いたいですね。別に言いたくなかったら言わない方がいいと思います。ありがとうございます。また連絡しますとか、デートの中もそうだけど、でデートが終わってからなんか相手のマナーとかをしっかり見た方がいいと思います。でなんかこうちゃんと皿分けができてるだけじゃなくて、でなんか自分が立って、でコートをちゃんとこう持ってくれるか、店出る時の態度とかなんかいろいろ見た方がいいと思います。デートに行ったらぜひコメントでいろいろ書いてくださいね。みんな大好き。